こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の久保しおりさん、お疲れ様でした。2024年5月29日水曜日、この時間私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。さあ、番組イベントについてのお知らせからまいります、えー。今後の方針が決まりましたんで、そのお知らせをさせてください。いや、ほんとさせてください。 <laughs> まずは先週行う予定でした佐久間信之のオールナイト日本ゼロリスナー長感謝祭20新2024新時代2024新時代チケットオフィシャル先行受付に関しまして E プラスのシステムエラーにより販売延期となり多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます申し訳ございません そしてですね、改めまして先ほど27時から番組放送開始と同時にチケットのオフィシャル先行販売を今回は抽選にて受付スタートいたしました。システムエラー中にチケットの購入が完了してしまった方々につきましては大変申し訳ございませんが、購入チケットは一旦キャンセルとさせていただき、手数料を含め全額返金させていただくと、返金方法など詳細やお問い合わせ方法は E プラスからのご案内を,案内をご参照ください。 そして、えー、中性販売がスタートした、えー、イベントの概要をお伝えさせていただきます。開催日時は2024年10月27日日曜日、15時会場、16時開演会場は横浜アリーナ、えー。ゲストは現在発表されているのは、キングコング、西野くん、えー。チケット料金は全席指定税込9800円。今回はこの通常チケットに加え、 20歳以下の若者を対象としたアンダー20チケットもあります。アンダー20チケットは税込4500円です。こちらのチケットは数に限りがありますのでご了承ください。チケットはただいま抽選申し込み受付中です。申し込み受付期間は6月9日日曜日23時59分までとなっております。先着順ではありませんので期間内にお申し込みください。詳細はイベント公式ホームページ、番組公式 SNS をご確認ください。 え、楽しいイベントになるはずです。というか、楽しいイベントにしますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、それでは、今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは。佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は、佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。えー、ね、今までで一番短いオープニングね。<laughs> ぎゅっとね。<laughs> まずお伝えすることをお伝えしようと、いうのと、 あとは今日の,あの <laughs> え私たちの打ち合わせしてる部屋に現れた黒ずくめの大人たちの数 <laughs> 先週の倍っていう <laughs> 抽選だから逆に言うと先週より来なくていいんだよね <laughs> サーファーチるとかないんだから。 ああそうもいかんということで皆さん27時に来てくださってるんですけどね。はい、ということで本当に、ねあのー、申し込みいただいた方には申し訳なかったんですけど、ね、あ改めて、あのー、先週は、えーまあ、サーバーの不具合ということで、えーまあ、直前で、まあ、販売中止を決定したのであの申し訳ないんですけど、あのと、ー、いう感じですかね。 なんかいろんな、まあ、それはそれで憶測が飛んでたりするんですけど、まあ、サーバーの不具合なのよで、なんかあの皆さんがめちゃくちゃ殺到したからってわけでもないなんでかというとそれだったら26時ぐらいから繋がんないってことないからうんあの27時ぐらいに急に落ちたんだったらそれが理由かなってのはあるけど26時ぐらいから繋がなかったんだもんねでそれがあの27時直前まで復旧しなかったので、えー、取りやめましたってことになっていますなので、えー、今回は無中戦ですから大丈夫ですしあのー、まあ もちろん、我々的に言うと、安心したい気持ちもあるので、えー、申し込んでいただきたいです <laughs> なんだけど、あのー、SNS 見てない方とかもいるだろうから、放送を聞いた方のためにも、えー、しっかり準備期間を取って抽選販売するということになっております。あのー、こんなね、状況なのに、えー、カンペのコーナーとキングコング西野が来ることしか決まってないっていう。<laughs> いや決まってないっていうかね、正確には教えてもらってないんですよ。あの、俺以外の人たちは知ってんのかもしんないんですけど、あのー、これはいつものことなんです。あの、昔からそうなんだけど、この番組の演出には僕は全く関わらないですね。だから、あの、スペシャルウィークのゲストだけたまに相談されることはあるけど、やる企画とかコーナーとかには一切関わらないって決めたんです最初に。 あのー、やっぱ生地演出家としてのキャリアがありすぎて口出し始めるとやっぱ絶対うざいよなっていうので <laughs> 俺はねあのこれラジオだけじゃないんですよあのー、出役で出る番組全てに関しては演出は言わないって決めてるんですねででもそれ俺これラジオの始まりの頃によく言ってたからみんな知ってるかと思ったらこの間ね勝手にテレ東批評で伊集院さんからえ佐久間さんって「オールナイト不二子」って演出やってないのって言われて。 あと他の番組も演出やってると思ってんの。伊集院さん、なんだったらオールなこのラジオもあの細かい演出やってんのかと思ってたんだよね。多分伊集院さん、そういうタイプのあの関わり方帯とかでもしてたからでしょ。俺も同じかと思って俺は一切やってないですよって言ったんだよ。で、じゃあ俺これ誤解されてるかも。とって。伊集院さんはオールナイトフジコのあの女の子たちを俺がオーディションして選んでると思ってん。<laughs> それは違うから、あの、これも言、言ってこうと思った。あの、池谷アナウンサーと一緒にやってるテレ東のアナウンサーも全部、俺のやつ富士も演出やってるし、あの、オーディションもしっかりやって、君はダメだよとか。やってんのかと思ったらしいんだよ。<laughs> それもうほんとさ、あの、これはだから決めてんのよ。あの、もうそこそこキャリアの長い演出家になっちゃったから、演者として出るときに、演出にちょっと口始めると、 大体演出家の人がほとんどの番組は俺は年下になるから絶対やりにくいから言うのをやめるんで全然一切言わないんでお任せしますって言ってるんで関わってないんですよ本当に、うん、だってさそうじゃなかったらさ今度のさオールナイト不二子で来た子たちの中に1人3期生に俺ラフラフで落とした子来たんだから <laughs> <laughs> そうなのよ。マジで,マジでラフラフの最終の落とした子っていうか、まあまあ、ね、いろんな理由で、その時良さを出せなくてね、落ちた子が、俺のやつ藤子の3期生で現れて、明らかにもうスと、スタートから俺が気まずいっていう。<laughs> だって俺がさ、オーディションやってたらそんなことはないわけじゃん。ね。そんなことはない。気まずいんだよ。<laughs> ってことがあったんで、で今回も、あのー、私はギリギリまで教えてもらえない。でもいつも結構不安なんですけど、 でもね佐久間スーパー準備の人だから事前に教えすぎるとガチガチに固めちゃってライブ感が少なくなるって問題があるんですよこれ全部佐久間が横浜アリーナの内容を教えてもらえてたら明日から準備始めちゃう <laughs> <laughs> 明日から一個ずつ準備始めちゃって何週も何週もしちゃってもうただなんつうのか台本にあることをやるだけの演劇みたいな <laughs> 一人芝居みたいなのを始める可能性になりますから <laughs> だからこれいいバランスなんですよ準備する佐久間と途中まで教えてくれないスタッフとのバランス俺が不安なだけ俺が不安なだけだけどっていう <laughs> そもそも5ヶ月後だからあんまり決めすぎてもねなんか番組のノリとか流行りが変わってる可能性もあるからこれ難しいところですしだってさ白揚げゲームって,だって直前に決まったよね あの、国際フォーラムのね、そう、2週間前ぐらいだよね。そう、2週間前ぐらいに決まったのが、なんか最終的に、キラーコンテンツずらしてんだから。<laughs> 我々はこれをアプローチでちゃんと考えてグッズまで持ってきましたみたいな、さも踏み立てたみたいなふりしてくる。あんな思いつきに言っていうからね、もうメールだからね。<laughs> だら今回もギリギリで、皆さんの力で決めていくって思うんで、ノリを作っていきましょうって感じですよ。もちろんね、演者としては準備をしたい人。ただ、 演出家としては俺はしっかり準備をするけど演者に現場で無視されるのが全然オッケーなタイプなのでそのバランスでずっと若い頃からやってたんだよねあのアドリブの方を優先してくださいっていう現場作りをしてたんだけどこれ最近のちょっとだけ悩みがあるんだけどあのそのそ俺と一緒に仕事してきたてさ芸人さんって全員バカ売れしてきたじゃんでねそうなると 現場のマネージャーさんは入れ替わっていくわけよ。で、どん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 若いマネージャーさんが変わっていくる。そうすると、今まで若い頃一緒にやってたマネージャーさんは、まだ、あ、まあそれ現場でいいっすよ、佐久間さんがやるんだったらってなるんだけど、どんどん、その、演者が売れていって、スターの新人マネージャーが現場に着くと、佐久間さん、そこは決めて打ち合わせできませんかねっていう。それはね、要は、その、その人たちにとっては出会った時からもうスターだから。あの、芸人さんが。だから、 あの、昔みたいなスタイルで、結局現場でなんと結局現場でなるんだよ。なんだけど、その前の打ち合わせをやっぱり前よりするようになったね。それはやっぱマネージャーチームとかが心配するから。えっ、こんなに打ち合わせしなくて大丈夫ですかとか、うん、ってなるんだよね。だから今は、その、あの、ノリじゃ通せなくなって。<laughs> あ、それはあの、大丈夫です。あの、現場でなんとかなるんでって言ったけど、<laughs> その、若いマネージャーさんが心配するから。<laughs> え、本当ですかえ 本当ですかみたいな。誰々ですよみたいな。<laughs> 大丈夫ですかみたいになっちゃうっていうのもあって。だから、これね。あのー、今は、えー、昔よりは打ち合わせするようになってきた。それは、演者さんも忙しくなってるし、っていうのもあるんだけど。だから、YouTube が一番いいバランスでなってて。なんでと、YouTube は演者が俺だから、あのー、作家人とかも、ここ面白いけど現場どうなるかわかんないですけど、まあ、佐久間さん、 だ、現場でやるから大丈夫でしょつって。まあ俺もそうっすねつって。その時はディレクターの俺なんだけど、まあ現場の俺が何とかするでしょうって言って、現場に持ち越してなんとかならない時もあるんだけど。<laughs> で、YouTube を自分で撮ってる時に、おいおい、3日前の俺もっと決めとけよと思いながら撮るときもあるんだけど、でもその代わり奇跡も起きる。奇跡も起きるみたいなことがあんのよ。あの、今度ね、あの、 あのー、森脇さんっていうグラビアアイドルの人がいて、森脇リりけさんって子がいて、め、YouTube の中で探してみるくれれ,ればいいんだけど、春日のドッキリとかで、号泣してみたいなめちゃくちゃいい子だったのね。その子を、まあ、ドッキリずっとやって、2回ぐらいやったから、もう当面ドッキリをやるの、ね、やめましょうと思ったんだけど、半年ぐらい経ったから、不意にドッキリかけてみようと思って、スタジオも全然違うところで、あの、これ、え、誰かがか、福田考えたんだっけ誰か考えたんな要は、かがやの、かがやが、 あんなに優しいのに、えー、裏で軽犯罪を繰り返すっていうドッキリを撮ったのよ。<laughs> <laughs> あの、違法動画を見て、うん、あの、どんなサブスクも違法で見て、吐いたガムは吐き出す、みたいな。で、それを注意できるかぐらいのドッキリだったのね。それがね、その、泣きながら、こんなになったら、かやさんがダメになってまう。 つって立ち上がって泣きながら説教、加賀をするっていう、すごいいいドッキリが起きたんだけど、そんなのは決めてると、ガチガチに決めてると起きないんだよね。みたいなのもある。あと、その、この間撮ったドッキリのもう一個は、トサ兄弟が、あの、トサ弟の方が、あの、本当は高校時代陰キャで、そのトラウマがフラッシュバックしたから、もうその、あるあるネタができないっていうドッキリを撮る。それは楽しいぐらいのドッキリのはずだったんだけど、 土佐弟が、ちょっとその、肩に力入れすぎて、役作りめちゃくちゃしてきて、その、頭のフラッシュバックの演技から、その、ナイトヘッドの武田真治みたいな <laughs>。演技上手いのよ、あいつ。最初から日曜劇場みたいな芝居始めちゃって。で、マジでシリアスな、本当にシリアスな、その、高校時代、 いじめられてたっていう風の芝居にしちゃったの。もうちょっと軽い予定だったんだけど。で、全員高級のドッキリになっちゃったよ。<laughs> これは現場で起きたんで、こと泣くの方多いんだけど <laughs>、そのびっくりしちゃったんだよ。そのお、お兄ちゃんの方もびっくりしちゃってんだから、弟の役作りに。っていうこととかは現場で起きるのは良かったり悪かったりするんだが、まあなんか YouTube はなんか現場の俺、演者の俺に任せちゃうから、 その、決め禁内で飛び込めるから、なんか、奇跡も起きる時はあるっていう感じになってる。あと、エンタメニュースで言うと、えー、小林健が引退を示唆したんですよ。大食い早食いのね、一時代が気づいた。40前後かなえー、ドキュメンタリー番組で語ったんですよね。健康で長く生活したいと。このまま早食いをやめていってもいいっていまあ、相当体に負担のかかる競技ですからね。20年以上に及ぶ競技生活で、およそ1万個のホットドッグを食べたんですよ。<laughs> てか20年現役ってね、やっぱトレーニングし続けないと無理ですよ、やっぱりこれは。ちなみにね、その、俺もこの何回も話してるかもしれないですけど、テレビチャンピオンで小林武くんのプロフィールっていう紹介を撮るみたいな時に、なんかトレーニングしてるって言ってて、何のトレーニングかと思ったらやっぱね、凍った食パンを多く食べるっていう。<laughs> 咀嚼をね、咀嚼力と胃のその溶かす能力を鍛えるために小林武はあの凍った食パンを食べてたんですよ。それはどっちが言い出したかもう誰も覚えてないです。スタッフが言い出したか小林武が本当にやってたかもうわかんないですけど、とにかくその衝撃の映像はテレビ東京に残ってるんですけど。 いや、これでね、本当にもう、引退したとしても、もう本当にね、長谷部並野もやりきった引退ですよ、サッカーの長谷部で、ね。選手並野。と思いますよ。あと、あの、<laughs> これ、ま、別に大したニュースでも何でもないんですけど、今日はあの、ちょっと、その、俺とサッカーの福田の間で起きた事件なんですけど、あの、福和洗い中に内緒でパーツを中央に寄せたら、プレイヤーは何回目で気づくのか調査しました。 っていう、まあまあネット記事があって、そのポストの、まあ、その完成した福原いの写真がね、あのー、内緒でパーツを中央に寄せたら、その写真が、俺がたまたま見たら、俺にめちゃくちゃ似てたの。でね、俺はそんとそういうポストって、とかってくだらない記事って、あの、仕事仲間には送んないですよ。福田に送るのは、特に水曜日に送るのは、オープニングトークで使えるんじゃないかって記事を送るわけ。大体。それを福田とやり取りしてんの、いつもその、 まあ、福田からこれどうするかっていうのもあるし、俺からこのニュースどうするかっていう。でもその、それはオープニングトークにならないと思ってたけど、その、俺似てたの。うん。あの、佐久間に似てるってニュースじゃないんだよ。たまたま見た写真が俺に似てると俺が思った。だから、オープニングトークでも話せない。それは普通大学の友達とかのグループラインに入れるんだけど、大学の友達のグループラインがたまたままあまあシリアスな話してたから、その思いつきを遅れる感じがなかったでも忘れちゃうから、こういうのって。 その瞬間に、俺なんか、何の気なしに福田に送ったのよ。そしたら福田は水曜日だから、そのオープニングの台本を書いてて、なんか、あ、そもそもなんか新しい、これ、これ、これっちに差し替えた方がいいっすかみたいな。小林武のニュースよりみたいに開いたら、クソつまんねえ記事が開かれてきたから、<laughs> 福田が <laughs> あんまないんだけど、<laughs> 何なんだよこれって言って、<laughs> 何なんだよこれっていう、その、ぶち切れられたんラインで。<laughs> 今台本の使えるニュースかと思ったのに、なんだクソ、このクソつまんねえニュースっつって。<laughs> はみたいな。これどうでも良すぎるよって返されたんだよね。これ、久々に、うん、久々にマジで切れられた。<laughs> 俺はなんとんくん覚えておきたかったんで、ちょっとしたものとして。 ああ、いいっすね、ぐらい帰ってくるのかなと思ったらマジで切れられたから。<laughs> ごめんごめんって返して。<laughs> 普通に、本当に。<laughs> ねえねえ、今日メール募集します。あの、今日のテーマは、どうでもいい報告です。<laughs> これ、どうでもいい報告を受けた時のね、話を送ってください。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼント。住所と本名をお忘れなく。 さて、この番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。17のアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロぜひ17でもお楽しみください。では、ここで一曲、竹内マリアでもう一度。佐久間です。この時間、佐久間信之,之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。えー、メールが来ております。 えー、東京都ラジオネームシグ、小林武が20年で1万個のホットドッグを食べたと言いますが、1日あたり1.4個弱という計算になります。俺たちでも行けんじゃねえ <laughs> いや、行かないだろ行 <laughs> けねえってか、行かないだろ !1 日1.4個弱ってことは1.4個の朝ごはんで毎回20年食うんだよ食わないだろ行 <laughs> かないですよ。 あまあまあ、一日に慣らしちゃうのが違うんだけどな、もうな。東京都ラジオネーム、ミートカーソルは広め。佐久間さん、オープニングからお知らせありがとうございます。おかげで最速で申し込みました。これでチケット当たるぞ。いや、ちょっとそのルールが。<laughs> えー、宮城県ラジオネーム、平方で腰し入今日のために勇気を取り直し、3時になった瞬間に申し込みました。もう当たったも同然だぞ。<laughs> あれちょっと待って。あの、抽選の意味を把握してないやつれ。<laughs> 先生はあの6月だっけ ?6 月までね、あのー、抽選の期間が設けた、9日まで儲けた上で、で、抽選するんだよ、その後。あのだ、ー、からその、いや、最速、っていうか最速じゃなくしたんだよ。先行、先着じゃなくしたんだよ。まあ、こっちのせいでもあるか。まだちょっと、え、なんかこれ特殊な先着抽選ってルールがあるのかな <laughs> 先着抽選的な。 ルールがあるのかな、これ。ありがたいよ。その、たくさん、先に応募してくれるの、スタッフも安心できるし、早いとオッズ変わるとかじゃないんだよ。うん。<laughs> えー、ラジオネーム、みくだりパン。抽選になったということは、当たる確率は、フィフティフィフティということです。<laughs> 違,う違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 う。それは、だから、あの、 えー、2万応募があった時に50-50ってことね。僕の中の太陽のパワーと地球の波動を今から50-50のバランスにすれば確実に当たるということですね。当然、ありがとうございます。ああみんな変になってんだな。一週間考えすぎたんだ。スタッフだけじゃないんだな。考えすぎたの。一 <laughs> 週間考えすぎたんだな。その、今日のあの、俺たちスタッフに挨拶してくれた E プラスさんたちの顔。 あの、一週間考えすぎた顔してたもんね。<laughs> ちょっといじっちゃって申し訳ないんだけど。本当に一週間考えすぎた顔をしてた。インプラスさんと日本放送のイベント部の偉い人。<laughs> えー、ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。そういえば、前回のフリーダムファンファーレって、チュロスよりもさらに直前、2週間くらい前に、親子でテニプリの映画見に行ったってフリートークの流れから急遽、テニプリのクイズをみんなから集めて、イベントでテニプリのクイズしようってことにもなりませんでした。うわ、そうだわ。そうだ、テニプリが難しすぎるって話になって、それでテニプリのクイズやっててっていう風になったんだ。 で、その流れと、チュロスの時に、その、ま、えー、チュロスって映画館でしか食わないよねって話の流れからそうなったんだよね。うんうんだから今回も2週間ぐらい前に佐久間さんが見た映画で急遽クイズすると思います。2>, <laughs> 2週間前ぐらいに、10月に公開される映画わかんないからね。わかんない。クイズも盛り上がった、確かに。テニプリクイズね。うん <laughs>。テニプリクイズってさ、お、何のラジオの文脈でもないんだよね。<laughs> ラジオネームクラウディア。イベント直前で誕生した名作として、チュロアゲゲ,ゲームのことを話されてましたが、私はあのラジオの力の集合遺体と言うべき名作ゲーム、マサトのローキックオーナー飛びを佐久間さんが結果し続けてることが未だに納得いきません。今回こそ、今回こそは期待しています。<laughs> あーっちね。まだあったな。これ1年ぶりぐらいじゃないマサトのローキックのこと、あの、言ってんの。 ただね、俺最近ね、またね、マサトの YouTube 見直してんのよ。マサトの YouTube、やっぱ結局マサトって、今一番かっこいい40歳の、<laughs> 40代なんじゃねえかって俺の中でやっぱ、もう一回思ってんだよね。やっぱ、マサトあんな風に見せといて、やっぱね、あの、スマホの待ち受け家族なんだよね。<笑><笑>いいんだよな。いや、でもマサトのローキック <laughs>。 あの,あの時より、俺、さらに3年年取ってるから、今、マサトのローキックを受けたら、俺はその車椅子生活になると思う。<laughs> <laughs> 折れると思うんだよ。うん。前、前も折れるかもしれないけど、より折れると思うから、<laughs> と思いますね。えー、ここで一つお知らせです。再来週のスペシャルウィークのお知らせです。6月12日の放送にゲストが来ます。アンジャッシュ渡部健セン えー、トークサバイバーで大暴れしてくれた渡部さんですねトークサバイバー2でですね本当ト MVP 級の活躍をしてくれて、えー、でですねこの間「バトムラというですね YouTube の企画で、えー、バトムラでも,もうほぼメインキャストでやっていただいて最近しっかり仕事したんで実はそんなに付き合いが長いわけじゃないんですよでートークサバイバー2の頃から一度はちゃんと話してみたいと思ってたんですよねだから あのいつかと思ってたら、まあ、このタイミングになりましたあのー、俺はね渡部さんをねみんなね飯の話でいじってる時もあるけどその俺は本当に飯の渡部さんの情報本当に好き本当に役立ててるし本当に飯の話をちゃんと聞きたいと思ってる、ね あのいた今の渡部さんの渡部ロケ派も大好きだからねっあの時の渡部さんの仕事はすごい好きだなとそのいろんなこととそれはまた別の話だと思ってていろんなことの話は、えー、トークサバイバーとかバトムラとかで俺たち俺はちゃんといじり倒したとかもあるしその上でまあまあやっぱ面白い人だなと思うんで、うん、やりたいなっていうふうに思ってますあの結構前からあの渡部さんお願いしようと決めてたんでっていう感じですねあのガッツリ話すの本当に初めてだから あと、ラジオにこんな長く出るのも、渡辺さん自身も、すごい久しぶりじゃないだからあの、どんなことをやってくれるのか分かんないけどね。えー、6月12日の放送ですね。ぜひね、お楽しみにしていただきたいと思います。あのー、オールナイトニッポンゼロのゲストのインフレがやめようって話になったじゃないですか。ね。えー、月曜の不和が、えー、誰でしたっけふわちゃんが。有田哲平ね。はい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 。もうやめてください。有田哲平さんなんていう人を、連れてくるのは。 で、なに火曜日、あのちゃんがえなになになに東野さん <laughs> やめてくれって、ほんと。<laughs> ま、そうなってくると、こっちも、渡部さんですから <laughs>。渡部さんが来てくれますからね、こっち。木金がどうなるかですよ。<laughs> 木金のゲストがどうなるのかってことですよ。木曜、金曜。 おい、金曜、三四郎超えられんのか、お前。先週のラジオ聞いたぞ、三四郎、お前よ。ボロクソ言いやがって。お前らのせいだ、お前、止まったのは。いいプラスが。俺は絶対小宮のせいだと思ってんだ。で、小宮も小宮でよ。そんなつもりはなかった。あの、システムとかがうまくいってほしいわけじゃなくて、ただ満席の中、佐久間だけ失敗してくれればよかったっ。<laughs> 何宇宙人に連れ去られたトークしろって。 俺がもう、漏れ、話す話、プレッシャーででしょプレッシャーですごい話しなきゃしなきゃってなってて、もうさすがにそのタが尽きて、完全な嘘をつくっていう、その、あの、<laughs> しょんべん漏らすっていう。<laughs> そんなこと言ってっからだよ。マジで。<laughs> 本当に、なんかなんつったらいいのしっかり脚本家と話し合って、宇宙人に連れ去られたトーク準備しようお願いしに行って。 うん、有名な脚本家とか、野木明子さんとかにお願いしに行って、すいません、ちょっとあのフリートークで宇宙人に連れ去られた話を書いていただけませんかって、お願いしに行ってやろうかな、マジで。<laughs> 20分尺で <laughs>。それってもうそのなんか、しのすけさんのやってることとか、なんか <laughs>、ちょっと違うんだけど <laughs>。いや、そうですよ、これ。木金はだから、あの、お願いします。弱めのゲストで。これは、これ一つ。もう、 インフレを食い止めないと、ゼロが大変なことになってくるじゃん。ね。もう、だって、水曜のゲストをね。まあ、俺たちは、もっと前はまあ、トークサバイバー2ぐらいから渡部さんに出てほしいねってこと言ってたから、渡部さんって決めてはいたんだが、その、うちがやめないってのは <laughs> 木金は弱くしろ。うちはやめないぞ。<laughs> うちはもう強いゲスト絶対入れてくるぞ。<laughs> トークサバイバーの時期には絶対に千鳥入れるぞ。 初回からそうだからね。<laughs> っていうの絶対やめないぞっていうふうに言ってんだけど、月川がね、今までは俺だけだったのよ。佐久間が大人げないって芸風だったの。なのに、大人げない奴らがさらに二人出てきちゃったから、こういうことが起きるんだよね、インフレがね。だから本当木金だけ。あの、もう本当に特に木曜は知らない人を入れてほしい。<laughs> 知らない人でやってる大宮の。 だから、その、知らない人って言ったら失礼。俺は知ってるから。タモンズとか。<laughs> で、やってほしいよね。俺は好きだけど。<laughs> やってほしい。あのー、ゲストは大宮セブンで回してほしい。<laughs> と思ってるんですけどね。あまあまあまだ知らないんですけど。あのー、先日、もう先週の話なんですけど、東京の、まあその、なんと、まあ下町側というか、の方で、 あの、できたばっかりで安くて美味しいお寿司屋さんがあるっていうのを毎回報告、報告してくれる作家さんがいるんですよ。川上さんっていうね、ここのラジオでもたまに話してる。黄金の定食とか一緒にやってる作家さんなんですけど、とにかく安くてうまい店を教え合うグループラインがあるのね。で、そこに投稿してはいいっすねってみいましょうみたいなこと言ってて、佐久間さん、安くて美味しいよ、なんか評判になってるお寿司屋さんを見つけたんですよって言われて、あのー、空いてるとこ教えてくださいって言われて。それが、あの、あ、たまたま空くのあれですねって言って、まあ、 先週はある曜日の日に会ったんですよ。で、スケジュール合わせて、まあ、えー、ようやく行けたで。ね、普段そんなに行かない街にあるお寿司屋さんで、えー、住宅街の方にあるっていうんで。で、前の仕事終わって、えー、間の打ち合わせが飛んじゃったから、あの、駅に着いたのが、6時半ぐらいだったんですよ。30分ぐらい、7時の予約だったのに、30分ぐらい早く着いたの。 で、えー、25分とか30分ぐらい早く着いちゃうからどうしようかなって、なんか一番微妙じゃない ?20 分とか25分ぐらいって、喫茶店入るのもっていうのもあるし、あと知らない街だと喫茶店探してるだけで時間過ぎるってあるじゃない。俺、あの、こいだね、あの、家族の誕生日に、まあ、ネットで予約しないと買えないケーキ屋さんみたいに予約しに行ったの。だからあの、1週間前に予約して、 3時から4時の間に引き取りとか、4時から5時の間に引き取ってくださいっていうので、の4時から5時の間に引き取るケーキ屋さんに予約してたのよ。家族のために。それで、ケーキ屋さん取り入ったのよ。4時のちょうどに。そしたら、ショートメール来ましたって言われて、え、どういうことですかあ、俺よく読んでなくてすから、ショートメールでケーキが出来上がりましたって言われてるメールが来た。4時から5時の間に。来たら引き取れるんですって言われて、だからそのショートメールお待ちいただく間、どっかで時間潰していたら申し訳ないですけどって言われて、 そんなに行かない街だったのよ。そこも。だからカフェ探してネットで検索して、カフェ探して行っては、その、閉まってた。で、今度逆側のカフェに向かう。その店のケーキ屋さんを通り抜けてね。で、そのカフェに行ったらまた閉まってた。日曜だったから。で、また歩ったらケーキ屋さんに行ったらまた閉まってた。で、結局30分くらい経って、ただ、店の前を、 何回も往復してプレッシャーかけてる人になっちゃって、俺はカフェを探して時間潰そうとしたんだけど、その度に店の前を往復しなきゃいけないから、いやいやささ、すいません、まだなんですって、何回も頭下げられるっていう状態になっちゃったから、結局、これ以上、そのカフェを探して、その商店街みたいに歩くと、迷惑かかるからって、これ公園で時間潰したんだよ。残りの30分ね。ショートメール来なかったから。だから、 会社を辞めてんのに辞めてないって言い張って、嘘ついて出勤してて時間潰すお父さんみたいな感じで、過ごし方したらドラマでよくある。東京03の各ちゃんがね、やってるようなやつ。ミスドとかがあればね、コーヒー飲み放題だし。<laughs> いいんだけどで、結局、そこはショートビール5時にしか来なかったの。だから1時間ただ俺はある程度だけだったんだけど、っていうトラウマがあったから、 そこで30分しかないのにその下町でカフェ探すのちょっとやだなと思ってじゃあもう歩って行けば20分目ぐらい着くからワンチャン6時40分ぐらいだったら入れんじゃないかとねまあビール先に頼んだりして飲んでればお店にも迷惑かかんないからと思ってお店に向かおうと思って歩ってたのそしたらなんか Google マップで初めて行きましょうから Google マップでお寿司屋さんの名前入れてあるって言ったら その、ほぼお店のところに、路上に行列があんの。え、行列と思って。え、予約してるんだよな、と思って。俺予約したわけじゃないからわかんないわけ。初めて行くし。え、行列なのと思ってたら、さらに近づくと、その、お店の前の人たちが、ま、ちょっと違う空気っていうか、あの、大体分かった。すごい静かにしてんのすごい静かにしてて、えー、みんな黒の T シャツとか着てんのよ。 あ、これ撮影だなと思って。要は。うん。店の前にいて。だから撮影だ。うわ、これ。あれでも俺、ここの場所に行くんだよなと思って。撮影してんのと思って。さらに近づいたら、あ、これバラエティー班じゃないなと思った。空気でわかんないよ。ドラマ班だなっていう感じ。あの、女性が多いし、あの、バラエティー班より女性が多くて。で、なんか、あのドラ、バラエティー班よりは正直小綺麗な人がい,いる。で、 みんな下向いて黙ってんだよ。これは多分中で回ってる時、撮影してる時のドラマ班の空気だっていう。要は、あの、音声、バラエティ班はゲラゲラ笑ってるじゃん。でもドラマ班は声出しちゃダメだからみんな下向いたりして黙ってるわけ。でど、っていう時の空気だから、あ、これドラマ撮ってんなと思って。そしたら結構な人数だから、あれこれゴールデンのドラマかもなと思って。え、でもさ、Google マップほぼそこなのよ。そこの場所で、なんだけどって、え、なんでと思って。 で、近づいてったそしたら、その、一人、なんか、まあ、若いスタッフみたいな人が、まあ、その、なんつうのあの、すいませんみたいな感じで謝ってくる感じだったんだよね。で、そんだ、から全然っていうふうに言ってて、で、そしたらカットが OK になったのかな。一斉にみんなゾロゾロ歩き出したで、その若いスタッフが、あ、すいません、お通りくださいみたいな感じ。その前は通れないから。お通りください、すいませんでしたって言った時に一瞬、まあまあ、その若いスタッフは、俺の顔を見て、俺って分かったね、若いスタッフ。 でね、その時ね、俺実は、その、日本放送から先週の件に関して、お詫びの貸し降りをもらってたんですよ。その前の仕事で。まあ、要は水曜日にその件があって、木曜なんだけど、木曜に日本放送をロケ場所として使わせてもらったの、ある番組で。それ前から決まってて。俺もそんなさ、 チケットのトラブルがあったら翌日に日本放送なんか行きたくないよ。でもずいぶん前から決まってたが、ロケ場所としてお借りした日本放送を。そしたら、その時に、昨日の今日じゃん。だから日本放送の、まあ、その、富山さんとかプロデューサーが、佐久間さんそのその、昨日すいませんっつってなんかわかんないけど、菓子折りくれたのよ。で、俺いらないですっつったの。だって俺たちは別に同じスタッフじゃないですか。いやいや、これはもう本当、らってくださいって言われて。で、俺菓子折り持って、ドラマ班の前に行ったら、その若いスタッフが、 あ、なんか、あの、さ、さ、差し入れスタッフ <laughs> って言われて、全然違う曲のドラマだから、なわけないんだよ。なのに、その若いスタッフは、佐久間が歌詞より持ってきてるから、その、え、キャストの誰かにい、いや、全然違う、違うっす、違うっすっ,つって、で、俺はもう、その、え、なんでと思って、パッて見たら、その、とりあえず通り過ぎようと思って、違う、違うんですって言いながら、顔を、俺の瞬間顔してたスタッフは、もう、無視して、違うんですっ,つって、その頭下げて、そのまま、 通り過ぎてったのね。で、通り過ぎてった瞬間に、カフェからそ、カフェだったんだけど、カフェから、ま、ある女優さんが出てきたのよ。そのドラマに出てらっしゃる。まあ、あその20代前半ぐらいの女優さん、お綺麗なね。で、俺はそこを突っ切っていこうとしたから、その女優さんと並走する形で、その、カフェからロケバスぐらいまで、5、6メートル、その、パパラッチのついてき方っていうか、その、 ほんと恋愛スキャンダルを追っかける時の嫌な記者みたいな感じの追っかけ方にたまたまなっちゃって、で、俺はそのまま突き抜けようと思ったんだけど、これはいかんと思って、その、そのカフェって角にあったんだよ。で、一本住宅街の方に入ったね、路地を。で、二三歩入って、その女優さんと、あのから外れたわけ。 うわ、絶対今の女優さん、マジ出待ちのやべえやつだと思ったよなと思って。差し入れ持ってさ、デカめの菓子折り。俺日本王ズからデカめの菓子折りもらってたから、小脇に抱えて女優の横歩ってるから、<laughs> の、その <laughs>、菓子折り出待ちおじさん <laughs> 爆誕だよ <laughs>。だからもう、絶対怖かったよな、あの女優さんと思って。で、あの、トマその住宅街に入ったら、そこに、お寿司屋さんがあったの。 要は、角の、太い通りに面してるのがカフェで、渋宅、その角の角角にお寿司屋さんがあって、隣,隣に面してんの。で、そのカフェの方で、大規模なドラマのロケをやってたの。だから、そのまま路地裏から、あの、その、お寿司屋さんに入っちゃえばいいやと思って、で、えー、開けようとしたら、鍵かかって開かなかったのね。まあ、要は、俺は知らなかった。多分ね、ネット調べたら、19時一斉スタートなの。 だから、一斉スタートで、だから、15分ぐらいの時は鍵開かないんだよ。一斉スタートのお店って。うん。まだ準備してるんでしょギリギリまで仕込み。えー、じゃあここで待とうかなと思ったら、その口コミの中に、お店は住宅街一般家庭の向かいにあるので、騒がしくしないことみたいな口コミ書いてあったで、パッて見たら確かに、狭い路地で、向かいは全部一般家庭なのよ。ご家庭なの。 ここで待ってんのはあれだなと思って、住宅街の中にあるから。ええー、でもそうすると太い通りに出ようと思うと、またドラマ班いるよと思って。ええー、と思ったんだけど、だから、あの、その路地を出て左に行くとカフェがあって、ドラマ班がブコショットいるのね。右側にはロケバスがあったんだけど、まあ、そっちの方が人少ないから、右側に向けてドラマ班から離れれば、 その、住宅街のさらに奥に行けば時間潰せるか10分ぐらいと思って、その菓子寄りを持ったまま、貸し寄り小分けのまま、そのドラマ班に目が合わないように下向きながら、その、太い通りに出て右に向かおうとした瞬間に、今度そのカフェから、あるかっこいい男の子、まあ、イケメン俳優の方ですよ、が出てきたんですよ。今度その人に並走する形になっちゃって。<laughs> 二連続で、今度また追っかけを、小脇にその菓子折りを持ったまま <laughs>、その菓子折りを持ったまま、そのどんどん俳優さんに、あの、な、なるようになっちゃって。で、ね、俺もこれまずいと思ったんだけど、それはもうそのまま突っ切るしかないと思って。ロケバスがあったから、ロケバスを突っ切ればその俳優さん降りる、その俺が乗るはずじゃん。 大体そういうのにと思ったら、ロケバス通り過ぎても、その配信さんは、ついてくるってか、まあ俺がついてってんだけど、<laughs> あれと思って。え、もっと長く歩、歩いてんだけど、と思ったら、その、ロケバスの先のもう一個先ぐらいの民家に入ってったんだよ。民家に入ってって、俺はその民家を見続ける、最後まで出待ちおじさん、最後まで見届けおじさんだったんだけど、で、通り過ぎてたら、よどうやら、民家なのか、ハウススタジオなのか、それかなんかマッサージ屋さんなのかわかんないけど、 そこを多分、楽屋代わりに使ってんだよ。ロケバスだと、あれだから、よくある支度部屋って言うんだけど、俺たちもドラマ撮っときたいのあるんだけど、その <laughs>、支度部屋に入ってらっしゃったとなるとさ、 俺、その、どこで支度してんのかまでつ突き止めようとするおじさんじゃん。<laughs> 行ったり来たりして、ロケ現場から、その、この動線なんですねっていうのを、ちゃんと確認してますよ。あ、そこに今いらっしゃるんですね。俳優さんと女優さんは、菓子折りはまだ渡しませんけど、という。<laughs> やばいおじさんだなと思って、ねえ、あのー、もう、じゃあ、一刻も早く離れようと思って、 その一件やから、多分下手部屋を見ところから、ちょ、離れてったの。離れてった時に旗と思って、あれさっきの俳優さん、俺会ったことあるな。え俺でも会ったことあるっておかしくないっていう。その、会ったことある人、そ、ね、そんなにいるわけない、俳優さんでね。俳優さんだから、売れろのゲストとか、インシデンツとかね、伊藤健太郎さんとか。 あとは、トークサバイバルとマミヤさんとか、白田優さんとかはもちろん現場で会ったこと。でもそんなことないんな。でも会ったことないけど、あ、んそんな直接話した記憶はないなと思って。ってことは、会ったことない。でもなんで俺こんなに顔知ってんだろうあの人、ああと思ったら、まあその、まあ俺がいくつかやってる番組の中で、そのドラマ部分がある中に、俺は撮ってないドラマ部分の中に出てこられた。一話のゲストとして出てこられた俳優さん。だから、 俺はお会いしたことは全くないが、編集はめちゃくちゃしてるから、何回も編集してるから、会ったかもって思っちゃう人だった。まあ、仕事はしてるっていう俳優さんだったんだよ。そういう時って分かるいみんなに聞きたいんだけど。挨拶ってするどう仕事はしてんのよ、しっかり。俺の番組に出てくれてんのよ。うん。俺の番組に出てくれてんだけど、あの、会ったことないの。 その時って挨拶すんのかなと思って。どっちだろうなぁと思って、あのー、思ったの。そしたら、その、その俳優さんがその支度部屋から出てきたのよ。出てきてキョロキョロしてたの。まあわかんないけど、何をやってんのか。俺は勝手に、あれ、俺っては分かったんじゃねえか。<laughs> 俺って探してんじゃねえか。って勝手に思ったんだけど、これは明らかに自意識が剰。手。<laughs> 今思うと。 その時はでもそう思っちゃったのよ。もしかして、俺がちょうど、合ってるかもあって。俺ただよく書いたら画面越しに見てるだけでした。<laughs> <laughs> うん、だから、な、どういうことかっていうと、うん、ま、実際挨拶するとかじゃなくて、あれ、その、お会いしたよなみたいなので、結局、まだ遠巻きに見てる状態だったから、すぐ離れればよかったのに。<laughs> <laughs> まだいたで、俺。<laughs> 持ったまま、あれお会いしたことあるよなっていうので、本当離れりゃよかったの。で、まあ、あれって気づいて、これ明らかにもっとヤバいおじさんと思われてる <laughs> スタッフの人にと思って。<laughs> そして離れようと思ったら、おサンさん何やってるんですかって言われて。びくってしたら、その、俺をお寿司に誘ってくれた川上さんが来てたの。川上さんが、そンさん何やってるんですかこんなお店から離れたとこでってっのあ,あの、ドラマ撮っ てんすよって言ったの「ドラマ撮ってますね」え「えで?」って「えっでななんすか?」っつって「あのえなんでドラマの撮影遠巻きに見てんすかなんかっつって別にお店に行けばいいじゃないですか」「いやその」うん、とよってもう全部説明した方がいいかなと思って「隣にあったんだけど」とかってだから「だから」えだからっつったら俺ちょっと怒ってた本当に申し訳ない今思うと全然かけない川上さん全く悪くない「いやだから」っつって。 どころうって、ノイズつって <laughs>。でも説明して、まあこれこれこういう事情で、ちょ、キモいかなと思ってっていうので、って言って、まあそうし、まあしょうがないですねつ。でも、じゃあここで、あの、もうちょっと離れたところで10分ぐらい時間潰したら5分ぐらい前だったら入れるでしょつって、離れて、川上さんょっとおしゃべりしてて、で、5分前ぐらいになったら、じゃあ行きましょう。って言って。で、向かったの。向かったら、また、その、支度部屋から、その俳優さんと女優さんが出てきたのよ。<laughs> ちょうどいいタイミングだったの。もう一回再開ね。ロケ現場に。だから、その、ついていく形になっちゃったのよ。またね。でも、今回はもう、お店に入るから。俺は途中で離脱して、お店に入るからもういい。で、しかも、さっきまでは違って、隣に、あの、茶髪の作家。まあ、茶髪のおじさんがいるからちょっと怪しいんだけど。<laughs> 茶髪短パンのおじさんなんだけど。 <laughs> 仲間連れてきたってなっちゃってるんだけど。でもその、歩いて行ったのよ。歩いて行って大丈夫ですよって心の中で、あの、その俳優さん、女優さんに、俺はその路地で左に曲がりますから大丈夫です。大丈夫ですと思ったら、その路地を曲がる前に、その俳優さんの後ろにいた女性スタッフ、わかんないですよ。マネージャーさんか、プロデューサーさんがわかんない。マスクしてたから。きっぱりこう後ろを向いて、きっちり頭下げたの。その、 はい、ここまでですよ。<laughs> <laughs> はい、ここまでですよ。あの、応援ありがとうございます。<laughs> はい、ここまでですよっていう顔されたの。にこやかに。<laughs> 俺もやるやつ、たまに芸人とかにあ。あ、ありがとうございます。ここまでですよっていう顔。俺わかるの。業界人だから。うん、<laughs> あれはここまでですよの顔だなと思って。<laughs> あの。 で、俺も、あ、大丈夫、分かってますっていう顔して、マスクしてたけどね、分かってますご迷惑かけるためじゃないんですただ応援してたんですっていう顔して、頑張ってくださいっていう顔して、もう、もうしょうがない。厄介王子のキャラとして、応援してるだけですって顔だけして、で、左に曲がって、ねその、お寿司屋に向かう途中に、でもまあ、やっぱかっこいいですね、芸能人って,言って、そのイケメン俳優がね。あの、やっぱ生で見るとかっこいいですねって川上さん言ってたのよ。 その、それでそのお寿司屋さん入ったのね。で、カウンター座ったの。で、おかみさんがいらっしゃって。で、大将が出てきたのその大将がね、俺がし見た料理人史上一番のイケメンだと。マジで、本当に。俳優さんぐらい。で、川上さんと、で、びっくりしちゃって。これドラマ撮ってんじゃねえかな。そっちか。 <laughs> え、俺まだヤバいお店になってんじゃんこれは普通に美味しいおい <laughs> しいお寿司屋さんだったんですけど <laughs> 間信之のオールナイトニッポンゼロテレビプロデューサーの佐久間ですこの時間「浅間信行のオールナイトニッポンゼロ」をお送りしていますででででの交渉はもうさっき見てきたんですけどあのー、面白かったです前編から あの、すごい期待感があって、だからネタバレができない構成だから、すごい難しいんですよね、話すのが。なんですけど、えっ、ー、と、演出も音楽も素晴らしかったですし、えー、f としての、まあな構成もすごい素敵だなと思いました。ただ、あの、あれなんですよね。俺は原作も読んでたんだけど、あの、これはもう発表されてるからいいと思うんですけど、浅野イニオさんが監修したその、オリジナルエンディングなのね。だから原作と違うんですよ。あの、だから、なんか、 えー、なんか、ノベルゲーで言うと、あ、そっちのタイプのエンディングなんだって感じ登場人物の、なんあるじゃん。なんとかルートとかってあるじゃん。その主人公のなんとかルートみたいな。あ、そっちのルートなんだっていう終わり方して、俺は原作の終わり方もすごい好きだったから、ぜひね、えっ、ー、と、映画を見て、お前映画もすごい、あの、その、なるほどこういう決着かっていうのがするんだけど、あの、原作の方も読んでほしいなって思ってどっちもど、どっちも素晴らしいなと思います。あのー、 あのちゃんも幾田さんも本当に変わらず凄かったですね。特にあのちゃんは、あの、びっくりするぐらいですね。えー、ラジオネーム次元大好き。渡辺さん情報ですが、過去にインスタグラムの不正ログイン被害に2回会っているので、著作権違法違反でアカウント凍結された佐久間さんとはインスタトラブル仲間として気が合うと思います。<laughs> そんな話したくないんだよ。 俺、あれから全然インスタあげなくなっちゃったもんな、なんか。まあまあ、うん。またさんにも聞いてみるよ。<laughs> 不正ログインあ、そうか。あの、パスワード盗まれたってやつか。宮城県ラジオネームストロール。 木曜のマジカルラブリーはいつか大物ゲストをブッキングする可能性があります。ワンピースの作者、小田栄一郎先生にオファーし続けてるからです。チェンソーマンの藤本達樹先生やスラムダンクの井上武彦先生にもオファーを出したことがあると放送内で言ってました。その方たちが出演した時、金曜だけが弱くなることになります。いつ木曜が大人げなくなるのか楽しみです。<laughs> 金曜は弱いままなんだよ それはなんて、も金曜は強くなることはないってことだね。<laughs> え金曜って唯一の2時間だよね。<laughs> で、武道館でイベントやるんでしょあと一番10周年なんでしょなんでブッキングがやばいばパ10周年までいけるんだよ。これ、あなた来ないよ。小田先生も、藤本先生も、井上武彦先生も来ないよ。えー、ラジオネームビーフチキン。 先日、祖母から長文のラインで、見たい映画があるんだけど、近くで上映してないから、上映してる映画館を知りたい。調べ方がわからなくて、調べてもらおうと思ったけど、調べ方がわかったから見つけられた。今度見てきます。と、調べろと言われるわけでもなく、映画に誘われるわけでもなく、ただの報告があって、ほっこりしました。<laughs> <laughs> あ、あるよね。あの、俺もこないだ、 お袋、まあ、70超えたお袋から、テレ東批評と番組で、伊集院さんの奥さんが、とにかくテレ東批評が好きで、録画して全部見てるっての伊集院さんが話したらしいんだよ。それを見て、 あの、伊集院さんの奥さんも見てるけど、お母さんも見てるよって LINE が返ってきた。<laughs> の、お母さんも録画して見てるよっていう。だから俺の佐久間の身内の方も見てるっていう風に、元気、だから俺がさ、その伊集院さんの奥さんだけ見てて、羨ましいと思ったって勝手に想像してんのかな。お袋から LINE が来たもんね。 えー、東京都ラジオネームシグ。先日、リモート会議前に同僚の女性が仕切りに悔しいと連発してました。一応マナーとしてどうしたと聞いてみたら、吉田屋で今日も牛サバ定食頼んじゃった。もっと他のメニューも頼みたいのに。って後悔してました。ほんと幸せな人間だなと思いました <laughs>。<laughs> いいよね。でもこういう話で悔しいって言えるぐらいがいいよ。でもこれ、気が合うね。俺たちも結構、その、 おじさんグルめ、飯おじさんグループチームで行くと、まあ、ローテーションの店ができてくるじゃん。2ヶ月に1回か3ヶ月に1回ぐらい行く安くてうまい店。新規の店からローテーション入りですなとかって言,言っちゃうじゃん。おっさんだから。<laughs> ローテーション入りがまた一つ増えましたなとかって言ったりして、行くと、そのローテーションの店で、結局前菜同じもの頼ん、頼んじゃいますね、みたいな。2ヶ月に1回ぐらい頼んじゃじゃん。悔しいねーって。<laughs> <laughs> また結局これ畳んじゃってますね。って <laughs>、なっちゃうんだよね。それ言っちゃいますね。えー、では明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘えらばれた。1枚目です。茨城県ラジオネーム、元治ジ、川は。日本中の銭湯の利用者たちが一堂に会し、礼儀作法、サウナ耐久戦、コーヒー牛乳を飲み干すタイムなどを競う、スパ交流戦。<laughs> うまい。うまいですね。<laughs> ああ、でも、そっか、もういつまにかくその、銭湯とか、サウナとかも、茶道とかもあるってことは、入り方とかね、もろもろとかあるようになってたよね。ああ。でもなんか、昔からずっとサ,サウナに通ってた人たちが、あの、どこもいっぱいで入れないってすごい悔しがってる、おっさんの話をよく聞くな、最近。えー、大阪府、ラジオネーム、私の傘だけありません。バスケ部、バレー部、 バトミントン部。卓球部が体育館の占有面積を争って、誰が一番体育館の床をキュッキュ鳴らせるかを競う。キュキュラトゥーン。<laughs> いや、これどうすんのこれ。陣地取れんのこれ。その音鳴らすことで。え、バチンチ取りゲームでしょだってスプラトゥーンって。<laughs> そん、取れんのあと何の格好してやんのイカの格好してやんのこれ。<laughs> えー、長野県ラジオネーム、セカンドシノズカ。 蕎麦屋、ラーメン店、喫茶店など、普段は競い合わないが、共通のメニューであるカレーライスでナンバーワンを決める。カレー交流試合。<laughs> いいなぁ。へぇー。まあ、これ、確かになぁ。ヨモダのカレーもそうだし、ラーメン屋さんのカレーもね、喫茶店のカレーは逆、なんか、喫茶店によってバラバラで違うしね。あ、こういうのいいかもね。 蕎麦屋さんだけど、てか、活動もできるね、これね。活動もできる。なんか、どっこだったっけなどっかの中華料理屋さんに入ったら、ここ、活動が有名なんですよって言われて、中華料理屋さんだったけど、活動食べたらめちゃくちゃうまかった。どこだったっけな小ぎ久保とかあっちの方。うん。えー、東京都北区、ラジオネーム藤木久一郎。非行や校内暴力などの悪評により、交流試合の申し出を何度も断られ続けるも、 なぜか自分たちよりずっと格上の強豪校が、申し出をあっさり受け入れる展開になる、不良系スポーツマンがあるあ。<laughs> <laughs> ああ、わかるよ。だってね、あの、中ボスと早めに対戦させないとね、ラスボスと対戦させるんじゃなくて、中ボスと対戦させて、実力差で一回ショック受けなきゃいけないから。ね。だって、湘北だって早めに両南と当たってたもん一回ね。 うん。っていうのもあるし、あるんだよな、うん、<laughs> で、これが、俺なんか配球が好きで、配球のメイキング本とっていうか作者の方のインタビューみたいなの読んでて分かったんだけど、ジャンプとかだと、打ち切りラインの前に早めに一回試合を入れなきゃいけないわけよ。だって普通にさやっていくとさ、特訓でさ、10周とか打ち切りラインの前に行っちゃうじゃん。 なんだけど、やっぱり、早めに一回試合入れなきゃいけないよね。スポーツ漫画とかの場合ってね。そうすると、その、あの、中ボスと早めに当たるっていう、だから、競合の二軍とかと <laughs>、やるんだよね、やっぱりね。うん。やっぱ試合の方がさ、あの、アンケート多分いいから、だと思うんだけど、北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。 村上宗高に心拍計をつけて、交流試合に出てもらい、ホームランで確信歩きした時の心拍数をモニター。ビジターで広さに不慣れな球場では確信歩き中。あれこれ入る入るよねと心拍が上がっていないかを暴く企画。村上様の本当は疑念歩きしてました <laughs>。疑念歩きのぐらいの時って確信歩きするかな <laughs> えどこどことかあのー、福岡ドームとかってことあ,あれこれ行ったよね。<laughs> <laughs> 香川県ラジオネームガエルガーゴイル。チェストの交流戦後の対局では、無意識に立った状態で並ぶ、将棋の小判。<laughs> <laughs> いや、なんなんだよ。チェストの交流戦って、どういうルールでやるんだよ。<laughs> えー、東京都荒川区、ラジオネームニヒルなビニール。気持ち、気持ちいいマッサージもありだなと、ヘッドマッサージ師と交流して気づく、足つぼマッサージの人は、<laughs> いや、あの、足つぼマッサージの人も、あの、テレビに出てる人だけよ、あんなに痛くすんのは。そんなにはいない。うん。あ、でもね、足つぼの人もちょっと不思議なんだけど、俺が前、あのー、行った足つぼマッサージは、 右足の、あ、じゃえっ、ー、と、親指だけそれぞれの親指の足だけ30分やんの。で、親指をずっと痛いだけなの。何これと思った。何これと思ったら、あ、これ親指で全部治るからって言われて。で、親指のだけなの。で、正直俺はピンとこなかったが、そこは予約殺到してんだって。で、俺はちょっと60分のうち30分から40分足の親指だけやられんの。 で、俺は損した感で、<laughs> 俺は損した感で帰ったんだけど、<laughs> でもそこはすごいなんか、あのー、ようやく殺到してんだって。えー、ということで今週は以上、えー、今週のベスト企画メールは、何にしようがな、こちら東京都ラジオネーム藤井菊一郎、えー、自分たちよりずっと格上の強豪校が申し出をあっさり受け入れる不良系スポーツマンがあるある、こちらにお送りいたします。 このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております。詳しくは番組 X をご確認ください。そしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に今週は佐久間激推しヤンヤンプッカセットをプレゼント。明治のヤンヤンつけ棒、ヤンヤンつけ棒、一羽味、プッカ、プッカ、一す全てをセットにしてプレゼントします。商品の到着には1ヶ月ほど時間をいただく可能性があります。ご了承ください。さて来週のテーマは衣替えです。もちろん明治のチョコのプレゼントもあります。 企画書お待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。そして、先日アイドルグループラフラフの公式 YouTube チャンネルでメンバーの夏目良香が記者に扮して明治のチョコレート工場を見学する明治とラフラフのコラボ動画が公開されました。いや、これね、夏目ってこうすげえやばいバカっていうか、おバカなんですけども、<laughs> その人たち、その子が明治の工場見学に行ったのかな。 ああで、明治の工場見学めちゃくちゃ面白いのよ。その、中もチョコレート以上になってるの、ま、全部。で、かつ、やっぱ、工場見学ってほんとめちゃくちゃ面白いね。でね、夏目がいい感じにバカだから、あと明治の人が優しいから、あの、ラフラフ史上一番いい VTR になってるから、<laughs> ぜひね、楽しんでみてほしいなと思います。では、ここで一曲、斉藤和義で、ワンモアタイム テレビプロデューサーの佐久間です。えー、メールが来ております。えー、東京都ラジオネームジャイアント厚彦。先ほどの吉野家のどうでもいい報告、めちゃくちゃわかります。牛サバ定食、マジで頼んじゃうんです。それがね、牛丼ではなく牛サバなところが一番、また頼んじゃう要因なんです。<laughs> <laughs> まあ、わかるよ。牛ね。えー、牛丼だけ書き込みたいっていう気持ちだけじゃなくて、魚も入れたい気持ちあるよね。あとその、 ちょっとつけるに、時に、サバってほんとぴったりなんだよね。サバか、鮭でしょどっちかでしょやっぱ、ちょっとつけるなら。でも、サバ単体で行くには、ちょっとね、あのー、物足りない。やっぱ、だから牛サバ定食が、結局頼んじゃうっていうことね。えー、大戸屋もサバの小鉢つ,つけちゃうよね。わかるわかる。<laughs> 大盛りにするとちょうどいいんだよ、これは。そうなっちゃうんだよね。わかりますわ、非常に。 ラジオネーム群馬のダムを、どうでもいい報告ですが、友人カップルに話があると呼び出されたので、結婚の報告かなと思い、仕事の予定をずらして食事に行きました。すると、深刻その表情で、あのさ、俺たち、YouTube でカップルチャンネルやろうと思ってるんだよねって言われて、腰抜かしました。<laughs> 頑張れと言って、水飲んで急いで帰りました。<laughs> それ報告しなくてもいいよね。始めればいいじゃん。ただどうでもよくはねえか。友達がさ、カップルチャンネル始めるってことだよね。なんかノブロック TV の会議でも、なんかカップル YouTuber ってどのぐらいいんのかなみたいな形で話し合って、なんとなく調べてたんだけど、その、上位はさ、すごいいるじゃん。なんか、な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 こ ミ、ミクだっけわかんないけど。とか、ハナキンカップルとか。は、わかるよ。でもなんかやっぱ、その、何年かやってさ、その、数千のカップルチャンネルってどういう空気になるんだろうな、とかって話し合ってて、やっぱカップルチャンネルってた、ねやっぱ別れました方向ガンガンあるから、うん。なかなか、全部消すのかな別れた場合って。そこはわかんないのよ。リスク、ね別れた場合ってどうすんのちょ動画消すのかね 斉藤に聞いても分かるわけねえか <laughs>。わ <laughs> <laughs> ど、どっちなんだろう、これ、うんえー。ラジオネーム、群馬のダムをどうでもいい報告ですが、今月の頭くらいから沖縄に一週間ほど遊びに行ってたのですが、海で仲良くなったおじさんが、俺は世界一うまいゴーヤーチャンプル作れる。明日持っていくから海に来いと、インスタの DM でいきなり報告してきました。次の日、本当に作って持ってきてくれたのですが、コメントに困るくらい普通の味で震えました <laughs>。 あ <laughs> まあだからその人にとってはってことなのかもしれないけどね好意は嬉しいけどなそういう時正直に言えるかなまあうまいっすねめちゃくちゃうまいっすねって言えるかな言えるかな、うん、その友達の彼女の写真とかも時々その,あのどっちに振ればいいのかわかんないけどこの間ねあの後輩の彼女の写真をたまたま見せられたんだけど。 まあ、あの、なんか、後輩もどっちに振ったのか分かんなくて、マジ、あの、マジ今田美桜なんすよ、みたいなこと言われたの。で、見たらなわけないんだよ。<laughs> その、うん。今田美桜って言わなきゃいいのにと思ってるわけ。ボケなのかどうか分かんない。そういう時どうするマジ今田美桜なんすよって言われて見せられた写真って、そんなわけないんだよ。でも、別に、 その、そんなわけなしで見せられたら、その、可愛い,いじゃんって言えるんだよね。でも、今田美桜さんじゃないから、そうなると、その、どのリアクション取っても今田美桜じゃないじゃんっていうリアクションになっちゃうの。でも、嘘はつきたくないの、ね、に、今田美桜ちゃんとは言いたくないんだよ。っていうのに、俺、まあ、昨日ぐらい悩んだんだけど。<laughs> 東京都ラジオネームミートカーソルは広め。僕が入社した会社では研修中に電話ボンス機会が何度かあったのですが、ランダムで弊社の社長が身分を隠し、ただの顧客を振りをしてどうでもいい電話をかけてくる伝統がありました。新人が社長とは気づかずおざなりな対応したら、後でじかじかに、じきじきに叱られるという RPG ゲームなら、強制負けシナリオみたいなやり口できつかったです。<laughs> <laughs> いや、これはこれでめちゃくちゃきついなぁ。こんなことやるんだ。 これ今だったらなんかパワハラって言われそうだけどね。なんか昔はさ、なんか美談みたいな話で語られてたけどね、こんな嫌だもんね、普通。えー、引き続きメールをお待ちしております。ではここで一曲、星野源でファミリーソング。 佐久間信行のオールナイトニッポン z e そろそろお別れの時間です。今夜の放送はスポティファイのポッドキャストで、無料でいつでも聞き直すことができます。なお、スポティファイでは、本日の放送分だけではなく、過去の放送アーカイブも独占配信されております。過去の放送を聞きたい方は、スポティファイのアプリをダウンロードして、ぜひチェックしてみてください。ここで、17からプレゼントのお知らせです。オールナイトニッポン z e r ライブ配信している。17とのコラボ企画。オールナイトニッポン z e パーソナリティサイン入りグッズ。プレゼントキャンペーンがスタートしています。各曜日、パーソナリティのサイン入りグッズが。 るチャンス応募方法など詳しくはこえぜひ17のアプリを開いてご確認ください。ということで、えー、無事、えー、チケットの抽選が始まりましたのでまあ、皆さん、えー、リアルタイムで聞いてくださっている方は是非そして今、タイムフリーで聞いていらっしゃる方もそのタイミングからでもいつでも抽選しても同じ確率ですから。<laughs> ただ早めにやっていただけると我々スタッフが安心できるということだけでございますがぜひご応募いただければと思いますあのちなみにあの今日もその我々は菓子折りをいただいてしまいました <laughs> はい、なんでスタッフで、ね、分けようかなと思っておりますが、えー、メール来てますラジオネームまちお吉野家の牛サバ定食の恐ろしいところはご飯増量おかわり無料なことです正直食べ過ぎているのでもはやメニューから消してほしいですわ <laughs> かるーあると頼んじゃうからちょそれわかるよねだからその松屋のカレーもさずっと頼んじゃうから結局その消してほしいって気持ちあるもんねだって牛丼いかないんだもんだって えー、ラジオネームブンブン丸僕は弥生家に行くと迷った挙句島ホッケ定食食べてしまいますわかる島ホッケなんであんなにうまいんですか <laughs> でかいしねでかいんだよ島ホッケ定食わかるわ <laughs> いやちょっとこのチェーン店のついつい食べちゃうもの企画みたいなのもやりたいぐらいだなもっと読みたかったですよ えー、イベント、えー、ちょっとずつ準備しながら最終的に10月に皆さんにいろいろなものでお会いできるように頑張りますスタッフに頑張りますので改めてもう一度仕切り直して、えー、いいイベントにしたいと思いますよろしくお願いします野郎ども港に別れを告げる要素のテレビプロデューサーの佐久間信之でした